こんにちは、柴田です。今日はですね、ボスの GT1 をお持ちの方はぜひ試してほしいというエフェクトのご紹介です。まあ、あまり目立たずにね、ひっそりとしてるようなエフェクトなんですけれども、実はすごく楽しいよっていうのがございまして、こちら FX2 を長押しすると出てくるギターシミュレーターですね。まあ、ここのですね、FX2 のところには、まあ、たくさんの機能が入っていて、コンプリミッター、あとワウ、まあ、オートワウですね。で、グライコとかパライコとか EQ 関係と、あとトーンのモディファイ。で、アコースティックシミュレーターであったりとかですね、オクターバピッチシフターと。まあ、飛び道具系が結構入ってるんですけれども、ここの一角にですね、これです。ギターシミュレーターというものがございまして、まあ、なんぞやと言いますとですね、シングルコイルをハムバッカー風に変える音であったりとか、その逆ですね、ハムバッカーをシングル風にするシミュレーター、あとハーフトーンですね。でホロー感を出す、まあ、アコースティック感を出すような感じのエフェクトであったりとかですね、といった感じのシミュレーターが入っておりまして、じゃあちょっと鳴らしてみましょうかね。今使ってるのはですね、3シングルのストラトです。で、通常だとですね、これリアの音ですね。これを押すと、で押すとというふうな感じでですね、音が太くなります。で、ちょっとフロントで弾いてみますね。みたいな感じでですね、音が太くなるんですよね。みたいな感じですね。これは面白いですよね。まあ、ホロー感が出てくるというふうな感じで、 A シーン、というふうな感じでですね、面白いエフェクターがですね、このギターシミュレーターの中には入っておりますので、ぜひぜひ皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。